リバプールのサラーが人間を辞めてます。どうだろう。世界トップのプレミアで3度目の得点王を取る勢いです。メッシュ、ロナウドに並ぶ選手がようやく出てきたと感じます。ケイスケさんはミラン時代サラーと対戦していますが、これほどの選手になると思いましたか？またなぜ彼は突然ゴールを量産できるようになったんでしょうか？いやどうなんですかね。僕も確かにそうなるとイタリアの時に思ったかって言われたら思ってません。でそれはなんでできるようになったかって言われたらよくわかんないです。っていうのもちゃんと彼のことを見てきてなかったから。だからもっとサラのこと詳しい選手がサラを語ったら多分その答えが見えるかなと思います。でも何かしらかの理由は明確にあると思いますね。うん、いい視点ですね。これはなんか発見したいですよね。